多分当ててるところがぼんやりしてるんだと思う、うん、あそう、うんうんうん、角度によっては丸めることがあるかもしれないけど、まあ、こうしちゃうと、うん、ずれてっちゃうからね、この動画は東京の目白サロンでのスキルアップ講座のワンシーンです。仰向けでの首の試技を見直しています。一人一人違う体にどう合わせていったらいいのか、何を意識したらいいのか話しながらやっていますので、参考にしてみてください。もうちょっと、もうちょっと多分当ててるところがぼんやりしてるんだと思う、うん、そう、うん、そうかも、うん、ぼんやり自分が使ってる指の大きさと当てようとしてるところがまず同じ大きさなのかどうかだよね、うんうん、こうこうかこうか、うん、この指のが力を真上にこうしたほうがこう当てたい場所の面はどっちに向いてますか。うん、丸くなってるとこに引っ掛けるみたいに、うん、あの引っ掛かるのはね意外とあんまないんですよ、うんうん、引っ掛けたことはないですだいたいこういっぱい筋があるのでカクンってなんかこうそうですね、うん、言われないから、その当てたいところが首だったらこう向いてるじゃない、はい、頭だったらちょっと傾斜してるよね、そこに対してまず垂直方向に入れる、そうそう垂直に、うん、あの押そうとしてる面に対して全部垂直よ基本、うん、今ちょっとこう頭の方に行き過ぎてる、もうちょいなんかこっちに上げたらどう、うん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 、でこれもこの位置がこの方向ってすると人によって違うからね、うんうん、この首のこの形状は、ね、ストレートネックの人もいるし、うん、なんか後頭部が大きい人もいるし、うん、絶壁の人もいるから、うんうん、なので自分が触ってるところの面がどういう角度になってるのかな、それに合わせて当てて、うん、垂直方向に入れる。首のこの真ん中の線のちょっと横のところで合ってますか、うんうんうん、やるところは、うんうん、でこれでこう、うん、待ってやるところが合ってる間違ってるはないから、うん、必要なところをやる気持ちいいかどうかは聞いていいけど、うんうん、別にツボを押すのが正解なわけじゃないから、うんうん、ほら押してもらってはなんか気持ちいいポイントだよっていうのでは、うん、あの合わせてもいいけど、うん、場所が正解か不正解はあの当てにならない。こうはどうですか、うん、でもそうだね、うん、あ、何指使ってる今、力は中指、薬指、うんうん、じゃそこにちゃんと集中させましょう。で当て、あ、うんうん、感じ？うん、来た、うん、さっきよりが来てる、うん、そんな感じで少しいろんなものを明確にするといいかもね、うん、さっきはなんかボヨーンとしてた、うん、このまま、まあ、手ごと上にこう角度するか腕ごとちょっとこう引くか、うん、まあ、ちょっとこう、うん、角度によっては丸めることがあるかもしれないけど、まあ、こうしちゃうと、うん、ずれてっちゃうからね、うんうん、OK ですか、うんうん、で、あのさっきおいでおいでの話してたじゃない、うんうん、これぐらいの動き、顎の分かるかな今、うん、で十分もっとやってるよね、そうですね、うんうん、これ以上いくとちょっとなんか振り回されない、あ、うん、さっきやってみてもらってもいいですか、うん、グルグルグルって、あ、私あんまり上がらないのか、うん、私ちょっとそのあの引っ張る、手前に引っ張るときに皮膚引っ張っちゃうんだよね大体、うん、なんかそれがあの不快じゃないかなって思う、うん、ああ、うん、やんない方がいいかこれでそのままもしてない、全然それでいい、うん、最後まで動画を見てくださってありがとうございます。この動画はセラピストさんが集まって技術の見直しをしている講座のワンシーンです。もっと技術を磨きたい、もっとお客様に喜んでもらいたい、そんなセラピストさんのお役に立ったら嬉しいです。
この動画を見てヤモミに興味を持ってくださった方は無料のメール講座も配信していますので、よかったらそちらでも学んでみてください。セラピストさん、技術をお互いに磨いていきましょう。